オミクロン株の感染性や伝播性が高まっているというのはどうやら間違いないようです。一人の人が何人に移すのかという実効再生産数がデルタ株の4倍になっているという報告が上がっており、倍加時間といってウイルスが2倍になる時間がデルタ株が 1.6 日であったところ、オミクロン株では 1.5 日と短くなっており、ウイルス自体が増える力が強まっていると。さらに特筆すべきは家庭内の二次感染例がデルタ株の時より 2.5 倍に増えていることも分かっており、オミクロン株の感染性と伝播性が強くなっているということは明らかだと思います。12月28日の時点で国内でオミクロン株に感染をした109例のうち 94% の103例が無症状ないし軽症で経過をしておりました。海外においてもデルタ株と比較してオミクロン株が重症化しにくい可能性が示唆されるデータが報告されております。だからといって今回の新型コロナウイルス感染症が高齢の方や基礎疾患のある方が重症化しやすいという状況には何ら変わりはありません。よって3回目のワクチン接種をぜひ検討していただきたいと思います。昨年のデルタ株による第5波も2回目の接種を推進したことでデルタ株の収束へつなげることができました。3回目のワクチン接種で低下した抗体の値も上昇するということが分かっております。でさらに交差接種を行ってもその効果に差は見られませんので、今回のオミクロン株に対しても第3回目のワクチン接種を進めることで感染の抑制につながると思います。公明党が入院だけではなく外来や往診や濃厚接触者に対して投与することができるよう推進してきた抗体療法でありますけども、残念ながらオミクロン株のスパイクが変化をしてきておりますので効果が下がってきている可能性があります。その上で公明党はコロナの飲み薬を確保するよう政府に求めてまいりました。コロナの飲み薬を確保できれば在宅で治療を受けるという選択肢が得られます。さらに飲み薬はスパイクの変異には影響されず、ウイルスの増殖を防ぐことで重症化の予防に効きます。9月の22日に公明党の会合にて専門家を交えて飲み薬の評価を行い、効果が見込めることから9月の24日に首相官邸に対して飲み薬の確保を国費にて行うよう申し入れを行い、当時の加藤官房長官から抜かりなくやりたいとの答弁を引き出したところであります。世界でコロナの飲み薬を開発しているのはわずか4社であり、うち1社が日本製であります。日本で製造しているからといって日本でその飲み薬を確実に使えるかというと必ずしもそうではなく、日本の質の高い飲み薬を確保しようと世界もしのぎを削り始めていたことから、一日も早く国産の飲み薬も確保するよう政府に働きかけを行いました。すでに一部の飲み薬は国内に確保できておりますが、これからも公明党はコロナの飲み薬をきちっと確保して医療現場にお届けすることができるように力を尽くしてまいります。今後オミクロン株への置き換わりが進んだとしても一人一人に必要な対策はこれまでと一切変わりはありません。より
感染しやすいという特性をご理解いただいて、引き続き手を洗う、換気をする、距離を取る、マスクをする、ワクチンを打つといった基本的な感染予防対策を徹底していただきたいと思います。公明党はこれまでワクチンの確保から接種の推進まで、治療薬については中等症・重症の方に対してレムデシビルを、軽症の方には抗体療法と飲み薬を整えてまいりました。これからも公明党が先手先手でコロナ対策を推進してまいります。